井の谷駅は、富山県富山市井の谷あざ田んぼにある、西日本旅客鉄道と東海旅客鉄道の、高山本線の駅である。JR の境界駅の一つであり、在来線に4駅存在する JR 東海と、JR 西日本の境界駅の一つでもある。富山県唯一の JR 東海の駅ではあるが、当駅は、JR 西日本が管理しているので JR 東海が、 管理する駅は、県内にはない、富山県最南端の駅。かつては、上岡鉄道上岡線も乗り入れていたが、2006年に廃線となった。1930年の開業当初は、鉄道省飛越線の駅であったが、高山本線全通で同線に編入された。1931年に上岡までの交通機関として、上岡軌道が、 駅前に乗り入れたが、1966年に、当駅を起点として開業した国鉄上岡線に変わった。この路線は、1984年に、第三セクター鉄道である、上岡鉄道の経営に移った。1987年の国鉄分割民営化では、高山本線が当駅で分割して継承され、当駅は、両社の境界駅となった。駅の管理、 業務は JR 西日本金沢支社が行っている。その後、2006年に上岡鉄道上岡線は廃止され、再び高山本線単独の駅となった。高山本線は当駅から富山駅の間で日本貨物鉄道が第2種事業者となっている。しかし、東駅自体は JR 貨物の管轄ではない。高山本線は岐阜駅側から 高山線として、富山駅側から、飛び越し線としてそれぞれ建設され、井の谷笹津間の路線は1927年11月に、井の谷大河保管の路線は1928年5月に決定された。笹津駅井の谷駅間は1930年11月27日に開業している。開業当初の駅員は駅長を含めて8名が当てられたというが、 これは元来当駅の解説が、上岡鉱山の物資搬入の中継点として、意図されたものであったからであるという。それまで、笹津駅まで乗り入れていた上岡軌道は1931年9月16日から、直接、井の谷駅に乗り入れるようになり、1933年以降は、年間6万トンを超える貨物を取り扱うようになった。 時には10万トンを超える年もあったという。鉱山の遺出品は当駅において、高山本線の列車に組み替えられ、その主たる品目は亜鉛板、粉末亜鉛鉱、濃硫酸、鉛、銅等であった。この上岡軌道の乗り入れとともに、当駅周辺には多数の倉庫や車宅が建設されるようになったので、当駅駅前の道路は整備され商店が集積し、 三冠の伊賀屋はようやく陰心を極めるようになった。しかし、1966年10月6日に国鉄上岡線が開通すると、それまで、井の谷駅において組み替えられていた上岡鉱山の貨物は直接国鉄によって輸送されることとなった。これによって、高山本線において随一の貨物取扱い量を持っていた井の谷駅の地位は低下し、 上岡軌道の作業員や貨物組会を担当していた中氏は姿を消して多数の倉庫もやがて撤去されていった。その上岡鉱山の貨物輸送も2004年10月16日をもって終了し、上岡鉄道上岡線は2006年12月1日に廃止されるに至った。地上駅であり、島式ホーム一面二線を有する。ホーム東側が一番乗り場。 西側が2番乗り場と称されている。かつては、切り欠き機、ホームの3番線に、上岡鉄道線の列車が発着していたが、現在は、柵が設けられている。ホームと駅舎は、校内踏切を持って連絡する。校内には他に、貨物船及び退避船を有している。開業以来の駅舎内部には、近距離用の自動券売機があり、木を救う後には、 自動販売機もある。西日本旅客鉄道に継承された後に無人駅となったが、駅舎は運輸関係職員の詰め所となっている。西日本旅客鉄道北陸広域鉄道部の管理課である。JR 旅客会社の境界駅としては、中小国駅と並び無人駅である。特急列車は全列車が停車し、当駅において運転士及び、車掌の交代を行う。 普通列車は両方向とも、全列車が当駅で反対方向に折り返す。接続列車は、同一ホームでの対面乗り換えのほか、一部列車は、有効長の長い2番線にて、重列停車を行う。1948年当時の、井野谷駅周辺あたり駅における、貨物取扱いは1971年10月1日に、一旦廃止されたが、 その後、1984年10月18日に、神岡鉄道神岡線連絡車扱い貨物の取扱いを開始した。しかし、1987年4月1日の国鉄分割民営化の際に当駅は、日本貨物鉄道の管轄下とならず、以降は旅客駅として営業している。1951年12月15日付け、 鉄道広報第732号通報、専用線一覧について別表によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。1953年10月10日付、鉄道広報第1254号通報専用線、一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。1970年10月1日現在における、 当駅接続の専用線は以下の通りであった。富山県東京年間と富山市東景所によると近年の1日平均乗車辞任は以下の通り。駅周辺は神津川、高原川合流部近傍の峡谷沿いに位置する小集落となっている。特急停車駅であるが駅前には郵便局と商店が点在するのみである。駅から正面の通りを進み、 伊賀谷交差点を左折すると、国道41号上に、富山地方鉄道の井の谷バス停がある。徒歩数分。特急、日田は列車記事を参照。ありがとうございます。